さあ始まりました、ドキドキ芸能人とテレ東で差し飯してみた。番組をこのご覧の皆様こんにちは、 MC を務めます堀江陸です。よろしくお願いしま す、はい。ということで今来られてるのがみおちゃん、みゆちゃん、りかすけちゃん、さあやちゃん、いなきちちゃん、おみゆちゃんめちゃくちゃコメントしてくれますね、まいちゃん、たむりんちゃん、ありがとうございます。はい、さあやちゃんもね、あのすごいハート使ってくれてますね。はい、ということでコメントを読んだところで、この番組がどういう番組なのか、まずこちらの VTR をご覧ください。どうぞ。毎週月曜から金曜の正午に LINE ライブで配信中の大人気番組さし飯。このさし飯がテレビ東京とコラボレーション。このあと深夜1時30分からテレビ東京でスタートする新番組テレ東のさし飯。その内容は芸能人と一般人がさし飯をするという超シンプルかつ画期的な番組。番組に参加する一般人は毎週日曜日に LINE ライブで配信しているさし飯人創作隊、そちらの番組で探しています。あの通りの名前なのよ。首だけこうやって、そこで見つかったさし飯人がテレビ東京で放送されるテレ東のさし飯と LINE ライブで配信されるドキドキ芸能人とテレ東でさし飯してみたに分かれて参加していただきます。つまりテレビとロケ配信と LINE ライブ、3つの番組が連動した新しい番組なんです。どんな番組かお分かりいただけましたか。ちょっとこちらをご覧ください。はい、毎週日曜日に LINE ライブで生配信されているインタビューロケさし飯人創作隊、声をかけられた一般の方が芸能人とさし飯をするという夢のような番組です。テレビでは1対1で、 LINE ライブではこれから放送するような形で生配信に参加し、数人だけが芸能人とご飯を食べれるということですね。はい、つまりこの番組はいろんな楽しみ方があるということで、記念すべき第1回の放送がテレビ東京にてこの後深夜の1時30分からオンエアされます。皆さんそちらもぜひぜひご覧ください。さあこの番組はこれから皆さんのもとにとある芸能人がやってきます。視聴者の皆様はそれが誰なのか当ててもらいます。コメントは僕とスタッフがよく読んでいますので、どんどん参加してください。ということでこれからは芸能人パーソナルクイズ、これから芸能人のパーソナルな情報をお伝えしていきたいと思います。それでは誰なのか皆さんも書いてみましょう。はい、視聴者の皆さん準備はいいですか。最初に正解を出した人が僕はちゃんと見ますので、ちょっと準備いいかどうか聞いてみますか。はい、準備いいですか皆さん。緊張してるなんてコメントしてます。めっちゃ緊張してる。今日のゲストがすごいんですよ。僕もあんまめちゃくちゃしました。めちゃくちゃテレビ見るってわけじゃないんですけど、知ってるというより全然見るレベルなんで。はい、佐久間さん、福山雅治さんとか、そうですね、ちょっと来てますね。誰だろう他は。ちょっとみんなもよかったら書いてください。はい、ということで1個目の最初のヒントは、本日登場する芸能人は埼玉県出身です。はい、埼玉県、僕知ってる人だったら神木隆之介さんとか埼玉出身ですよね。うん、安倍総理、西川貴教さん、あ、僕よく似てるって言われるんですよね。綾野剛さん、マツコデラックスさん、田村健二さん、あばれる君、あーでもマツコさんが多いですね。うん、そうですね、マツコさんが多いですね。まゆゆさん、パルルさん、佐藤健くん、そうですね、佐藤健くんも。ちなみに、はい、今正解一人出ましたね。本当ですか。この後発表しますけど。あれ正解一人出てます、名前。マジですか。あれちょっと僕も見落としましたね。じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ次のヒントはこちらです。あ、そうだ、これ、はい、ちょっと、じゃあヒント1、こちらもうこの裏にいらっしゃいます。ということでヒント、はい、
いい靴履いてらっしゃいますね。すごくいい靴だ。金色の靴履いてますよ。金色と赤の靴なんかなかなかないですけどね。こんな靴を履いてらっしゃる芸能人、さぞかしテレビにですで、そうですね、男性の方ですね。はい、男の人、男の人って来ますね。あばれる君が多いですね。佐藤健さん、はい。じゃあ次行きましょうか。はい、じゃあ次のヒントはこちらです。本日の芸能人さんは某テレビ局で司会などをしていて、名前にカタカナが入っています。MC をしてるって相当ですよ。はい、MC をされてる、カタカナが入ってる方です。あばれる君多いですね。そうっすね、入ってないんですけどね。埼玉出身でカタカナが入っていて MC をしてる方ですね。はい、ルー大島さん。マイケンさん。ほう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 。所ジョージさん。はあ、ライチの澤部さん。じゃあそろそろ開けましょうか。はい、2つ目のヒントはこちらです。はい、もう男性の方で確定ですよね。はい、時計、いい時計つけてらっしゃいますね。ちょっと時計見てみます。この時計はロレックスですね。すごくいい時計をつけてらっしゃいますね。ロレックスなかなかつけられない。そうですね、値段聞きたいですけどね、僕。あれ、結構はい、はい、じゃあ結構答えてる人も多いんで、はい、3個目のヒントいきましょう。はい、3個目のヒントはその芸能人の方の幼い頃の写真をお借りしました。こちらです。あ、ちょっと面影ありますね。何歳の頃なんでしょうこれ。 10? 何歳ぐらいか聞いてみます。何歳ぐらいですか。どの写真だ。顔にして裸の、はい、小学校 3、4年。10歳ぐらいですね。結構バレてますね。あれ、ヒントの3つ目、ヒントの3つ目、じゃあこちら、よいしょ。もうでも、もう結構バレてますね。じゃあ、はい、最後の質問ですね。はい、ではスペシャルヒントです。今から僕がその芸能人の方のギャグをします。ギャグなのかな、はい、挨拶ですね。はい、はじめまして、こんばんみー。違う、違う、ちょ、じゃあこの人です。どうぞ。イエーイ、こんばんみー。いやいや、出ちゃっていいですか、こっちは。はい、どうぞどうぞ。どうも皆様、はじめまして、はい、こんばんみ、ビビる大木です。よろしくお願いします。一番最初に正解した方はこちらの方になります。はい、達也くん、達也さんかな。はい、この方が一番最初に正解したので、はい、達也くん、おめでとうございます。ビビる大木さんでした。当ててくれた、はい、当ててくれたということで、一番最初に彼、はい、彼から、あら、嬉しい、ありがとうございます。その他にもどんな人、すごい、でもヒントでもうめちゃくちゃ分かってくれて。いやいや、最初はってその福山雅治さんとかね、はい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 、佐藤健さんって言われたけど出づらさはないよ。ちなみに、はい、あの早めに当てたその他の方、はい、あとはこのメルさん、マルゲンマルゲンさん、すごい名前ですね。早めにビブロックさんと答えてました、はい、あら、じゃあどこで分かったの、埼玉で分かったのかな。埼玉、そんなにアピールしてますか。まあまあ、そうね、なんか埼玉出身によく出ることある、確かに。はい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 、埼玉出身と他に何がありましたっけ、ヒント。さあ、あとなんだろう、カタカナ、あ、MC をされてるっていうのが多分めちゃくちゃでかかった。そこら辺で、ね、ちょっとね、こんばんみ知らないでしょ。あの、ね、正直言って、はい、こんばんみは知らないです。知らないでしょ。もう一回、さっきやった通り、もう一回やって、ちょっとちょっと、りくくんのバージョン見せて。はじめまして、こんばんみー、こんばんみーっていうテンションね。いや、いいの、いいの、全然いいの。いいですか、自由だから。はい、ただ、本来は、まあ、はじめまして、こんばんみーぐらいなの。
こまみ、あ、伸ばさないですね。そうそう、まあ、全然自由よ、自由。はいはいはい、なんか、みの後にちっちゃいつがつくみたいな感じですか。そう、こんばんみって、まあ、挨拶だからさ。あ、そうなんだ。ギャグって書いてあるから、ちょっとなんか面白い顔とかするのかなって思って。挨拶だからね、ただね。そう、ギャグって1995年ぐらいに、ね、思いついたんだよ。あ、そうなんですか。21年かも。もう21年やってるんですか。まあそうね、やったりやんなかったり。しまいにはやってもカットされるっていうところ。もう俺がやってカットされたらもうテレビに映ることはないっていうだけ。今日だから LINE LIVE で出てよかったんですよ。はい、はい、あ、そうなんですね。大木さんは、はい、LINE LIVE って初めてなんですか。僕2回目かな。一度ね、昼間の刺し飯の方にね、あ、チャゲさんと一緒に出していただきまして、チャゲアンダースカさん、そのチャゲさんと、チャゲさん、あ、ごめんなさい、ね、チャゲさんと一緒にね、はい、やーやー歌わせてもらってね、はい、幸せでしたよ、僕は。結構コメントも来てます、ご覧の方、はい、こんな感じで、本当ストークさんに、俺に来てんの、はい、あ、こんばんみ、あ、笑う犬見てたよ、ありがとうございます、うん、もう、リク君笑う犬とか知らないでしょ、笑う犬、あ、でもなんか聞いたことあります、葉っぱ隊とか知らないでしょ、ちょっと聞いたことあるぐらいです。知ってる、葉っぱ隊、あれですか、水獣とかそこら辺ですか。水、ね、水中、笑うのは日曜夜8時知らないでしょ、きっと。ジェネレーションキャンプが、いや、そうだよね、はい、リク君何歳。僕21歳で、俺42だから、ちょうど半分だよ、倍ですね。いや、知らないよ、そりゃ。そうっすね、もう、チャゲアンダースカさんと言ってもちょっと、いやいやいやしか分かんない。そうだよね、もうそれ以外分かんないです。21はやっぱり違うわ、うん、はい、ね、あ、そうそう、いっぱい来てますね、やっぱ、はい、雲南さんって言ってた葉っぱ隊、うん、葉っぱ隊、そう、葉っぱ隊とかいろいろコントでやらせてもらってたのよ。いっぱい来るね、本当に嬉しいな。親子じゃんっていうの来た、いよいよ。あ、確かに、僕のお父さんそんぐらいですもん。いや、嘘でしょ。本当に本当に、もうお父さん何歳、今3とかっすね。いや、嘘だよ。だからもう今日からお父さんって呼んでいいですか。お父さん、お父さんみたいな。お父さんのちょっと後輩ぐらいだもんね、ロレックス買ってみたいな感じで。うわ、もうそんな年齢なの俺なっちゃうの。あ、ちょ、掛け声いいな。ちょっとなんかさ、はい、なんか俺がこんばんみーさ、みんなもさ、こんばんみーで返してくれるんだよ。可能、可能。ちょっとほら、最近さ、俺がこんばんみーってやっても誰も使ってくれないからさ、はい、ちょっと使いたい、これ、はい、久々に。え、じゃあもう言えばいいの、もう、はい、じゃあもうこんばんみーって言ったら、もう言ってくださいって言ったら、いい、じゃあ僕が、皆さんこんばんみーさ、みんなもこんばんみーで返してくださいね。いきますよ、皆さん、はじめまして、こんばんみー。帰ってくる、帰ってきた。 あ、でも来てます、来てます、来てる、来てる。あ、嬉しい、すごい、さすが。ちょっとみんなさ、普段メールとか LINE とかで使ってよ、はい、な、本当だ、嬉しい、嬉しい、めちゃくちゃ来てる。意外とほら、みんな文章打つときに使いやすいから使ってみて。確かに LINE スタンプとかであったらね、え、ね、こんばんみーってやつが、あ、嬉しい、いっぱいいっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい、すごい、こんばんみ量が、ありがとうね、なかなかね、使う機会ないから、うん、俺も嬉しいよ。いや、一回ね、はい、俺21年使ってんのにね、はいはいはい、なんか一回数年前ね、こうジャニーズジュニアの誰かがね、はい、なんかどっかで言ったんだって、はい、俺がそれ言ってたらさ、なんか大きい、お前ジャニーズパクってんじゃねえって言って、いやいや、俺20年前から使ってんだよ、俺が。もうオリジナルすら分かんなくなっちゃったから、よかったもん。じゃあ僕も今後使っていってること、使って、どんどん使っていって、大木さんの本気をもらいますもん。もう好きなように使って、はい、みんな、もうこんばんみーですね、こんばんみ、こんばん、それもリク君バージョンで、こんばんみーでいいから、こんばんみーでいいから、もう、はい、あれ、大木さん先ほどテレ東の刺し飯の収録を終えたばかりなんですか。そうなんですよ、先ほど今さっきちょっと押してたらしいですよね。はい、いや、でもね、やっぱ新鮮でしたよ。あ、そうなんですか。やっぱ一般人の方と、なんかそうやってご飯を食べるって、二人っきりで食べるってないもんね。ないんですよ。言ってもロケで会うことはあっても、向こうもほら、誰が来るか分からない状態でとかってないから、新鮮、別室でなんか二人っきりにさせられるんですか。そう、新鮮でした。わあ、それはなんか、でも、もうスタッフさんとかもなし、なし、二人っきり。うわ、でもね、とはいえ、とはいえ二人っきりなのに、はい、やっぱじょ、なんかこうおしゃべり上手な人もいたりとかね、なんかいろいろんな人いた、面白かった。国籍も違ったりとかね、面白かったですよ。僕もしたいです、その二人っきりを、大木さんと。今二人っきり、二人じゃない。いやいや、じゃあ、じゃあ、じゃあ、また別室で、なんか別室でみたいな。本当？したい。はい、お願いします。あ、その収録の、ね、模様は、10月の17日から21日までテレビ東京で放送予定です。 そちらをぜひご覧ください。お願いします。それでは大木さん、はい、本題に行きましょう、はい、とりあえず番組の説明をしますので、はい、中にちょっと入りましょうか。中に入る、はい、はい、あ、でも、はい、ここで二人っきりですわ。はい、そうだよ、そうだよ。うわ、ちょっと緊張するな。鍵閉められてますか。あ、いい、入って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 、はい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 、これドア閉めちゃっていいの。閉めちゃっていい。すごい、イエーイ。俺こっちでいいの。はい、イエイイエイイエイ。お、ちゃんと置いてますね。あ、これでしょ。はい、飯よ、飯、飯。さあ、ちょっとコメントも来てるということ。もう来てる。
い、来てますね。あ、来た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 。密室ですよ。密室です、密室ですよ、マナさん本当に。はい、りっくん、りっくん来てる、ファンが来てるよ、りっくんの。ありがとうございます。ちょっと緊張するんですが、はい。あ、ジャンボ鶴田のモノマネやってくださいってマニアックな。誰ですか？ジャンボ鶴田っていうね、はい、昭和の名レスラーがいたのよ、はいはい、いや、りっくんは知らないよ。どんな感じなんですか？はい、ということでりっくん、これジャンボ鶴田これもうね、もうプロレス、プロレスファンは今もう喜んでくれてるはず。そういうね、もうレジェンドレスラーなんだよ。ありがとう、ごめんね、時間もらっちゃってすごい。はい、さあ、これから大木さんには、先ほどもされたと思うんですけど、はい、一般の方々ともう一回差し飯をしてもらいます。はい、テレビでは台本のない差し飯トークをしてもらったんですが、はい、こちらでは一般の方が話す内容を決めてくれるということで。あ、わかりました。はい、一般の方がね、あの相談したいことや悩みなど大木さんが解決するということ。わかりました、僕にね、お役に立てれば、はい、そういうなんか結構されるんですか、お悩み相談とか、あの友達とかでも。どうだ、意外とされないかもね。されないんですか？意外と頼られないもん俺それはなんでなんですか？意外と全然わかんないけど。あ、なんかわかるでしょ、なんかこいつに相談してもなみたいな雰囲気がねあるんだよ多分ね。俺はそんなことないですけどね、僕は相談したいなと思うんですけど、ね、大丈夫かな俺、はい、無事に答えられればいいけどはい、ということでこれから4人の方に相談、はい、答えてもらいます。わかりました。で、まあ刺し飯の時ともあったと思うんですけど、こちらにハートってやつがあるじゃないですか。ハート、はい、あるある。このハートが多かったら、その分ですね、フリースローにチャレンジできるという。フリースローね。フリースローチャレンジして、そのフリースローで、ボールが1つでも入れば、食事券1万円をもらえると。わかりました、いうことで。はい、はい、なんで、10万ハートにつきボールが1個なんで、皆さんよろしければたくさん。まだ6万しかないから。そうなんですよ、みんなちょっと食事券目指していきましょう、はい、よろしくお願いします。フリースローね、はい、ハートがどんだけ伸びるか、1回ハートチャレンジを、はい、はい、ちょっと多分あっちに向かって、うん、ちょっとハートみんなめちゃくちゃ押してくれみたいな感じで、みんなハートを押してね。ちょっとな、これシンプルお願いがシンプルすぎてちょっと俺もよく分かんなくなっちゃったけどでもめちゃくちゃ伸びが早くなってます。本当？さすが。みんなハート押して。こんばんみ効果がすごいっすね。こんばんみ、すごい。こんばんみでハート押してね。ハート泥棒っても言われます。ハート泥棒、いや言われたことないよ俺。女の子の、ありがとう、ハート連打してるって言ってくれたの、ありがとう。すごい。ほら、りっくんもお願いしてって言ってるよ、みさきちゃんが、言ってあげてじゃあちょっとみんなハート押してね。押して、ありがとう嬉しいな。はい、ということでもうそろそろ10万いくんで、ボールがそれごとに1つ投げれるということで。まだもうちょっと全然いかない、まだ7万いってないもんこれ。いかないんじゃない、大丈夫かなまあ多分大丈夫と思います。本当、はい、ということで、コメント、うん、はい、はい、ではここで僕は失礼いたします。どうぞ。僕ちょっと外で、あのこの様子を見ておきます。俺どうすんの？2人で。あ、2人刺し飯なんで。2人でこれ映ってないじゃん。これここに映るの？あ、相手の人が、相手の人はもうここに来られます。あ、そっか、そういうこと。あ、そういうこと。これ、あ、これはこれさっきみたいに画面なんこれでいいのね。ちょっとなんかこれでいいんだよね。はい、大丈夫ね、分かんない、とりあえずコメントしか見れない。分かりました。はい、ちょっと僕は一回退出させていただきます。はい、はい、では楽しんでいてください。はい、失礼します。めぐみちゃん、あ、ポン見てくれてんの、ありがとう。パンパン、はい、はぁ、じゃあここで、ここで一般の方、はい、ということで、それでは本日のゲストと刺し飯をしてくれる最初の刺し飯人を紹介しましょう。まずはこの方です。どうぞ。こんにちは。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあどうぞ。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。あれですよね、このこれですね。あ、そうです、この、はい、この例のやつです。あの時はどうでした、イベントは。無事に盛り上げることが、はい、できたんですか。はい、できました。これじゃないですか。これじゃないですね。はい、ということなんですけど、はい、まだ本当に中に誰がいるか知らない。知らないですか？打ち合わせとかなしでやってるんですか？怖い。中に誰がいるか知らないですか？全く知らないです。誰と会いたいって言ってらっしゃいましたっけ？山本美月さん。山本美月さん、はい、ね、そうですね、はい、いらっしゃるかもしれません。はい、ということでゲストにどんな相談をするのかちょっと、はい、
考えてきたことをちょっと僕だけに見せていただきたいなと思うんですけど、はい、こんな感じで。あーはい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 結構マニアックな質問ですね。そうですね。うわどう答えていいか多分。そうですねちょっと困らせるような感じですよね。そうですね、すいません。うわこれちょっとでもみんなには見せれないということで後でちょっと聞いてくださいということで、はいはい、はい、ということで山本美月さんとどんな話したいですか。確かに。そうですね、はい、まあこの悩みのこともそうなんですけど、はいはい、まあ最後にそうですねアニメも、はい、今どんなアニメが好きなのかとか、うんうんうん、もうちょっと聞いてみたい最後に、はい、めっちゃ緊張さしてますよね。すごい緊張してます、はい、もう緊張したらダンスを踊ってください。わかりました。はい、ということでじゃあ刺し飯、はい、行ってらっしゃい。どうぞ楽しんでーあどうも初めまして。どうぞ。初めまして。いや初めまして。どうも。いやちょっと聞こえましたよ今。あどうも初めまして。ビビロオキと言います。あ知ってます。いやなんかさっき山本美月ちゃんが何か言ってて、はいはい、いやちょっともう全然もうジャンルも違いすぎて僕も何とも言えないですよ。はい、大丈夫ですか。いや全然大丈夫です。あのよくテレビで拝見して ありがとうございます。はい、はい、二州さん。はい二州です。二州さん。はい、二州さんは一体 何をされてるんですか、はい、普段ですか。普段は運転の仕事。はい運転の仕事ですね。はい、なんかドライバーさんですか。なんかあの清掃の運転で、はい、やってます。山本美月さんに会いたかったんですねそうですね。本当は本当はやっぱり世の中うまくいかないもんですやっぱり。いやまあでも全然本当に。いや全然大全然まあそれ大きいでもいいですよってなっちゃってるじゃないですか。いやそんなことないですよ。お願いしますよ、うん、本当に。西さんおいくつなんですか今。僕ですか。いくつに見えますかすいません。僕今42ですけど、はい、多分僕より下ですよね絶対ね。そうですね。30、はい、前半ぐらいですか。後半です。6?7 です。37。はい、37って言うとでも若く見られませんかもう少し。そうですね少し若く見られます、ね、はい、なんか若いですイメージが。ありがとうございます。すみません本当に。いえいえ本当なんだおじさん同士が2人で褒め合うっていう不思議な光景になりましたけども。葉っぱ隊とかねなんか見てました。見てました。ありがとう嬉しいです。はいもう見てました。小さかったでしょまだその頃。いやまあでも中学系高校生ですか。はいそうです。はい見てました。どういうすみませんね本当に。ね、あ書いたのほら、ともちゃんがおいおいビビる置き換えって感じっていう本音が出ちゃってるじゃないですかもう。いやいやもうお願いしますよ。はい、なんかどうですかなんかあ、はい、なんだってちょっとやっぱ本当にがっかりありました。いやそんなことないですね。本当ですか。はい、もうどんな人と会うのかなっていうのはちょっとドキドキしてましたけど本当に。いやまあでもドキドキが、はい、あ僕の好きな人じゃないって分かった時のがっかりもあるじゃないですか。いやもうそんなにそんななかったです。はい、そんないやそうですね、はい、よく見たら似てますもん僕ね山本美月ちゃんとそうですねすいませんね本当に。あハートが10万超えた。えありがとうございます本当に。山田光三さんからりっくんちょっと待ってくださいね大木さんボリウッドダンサーって何ですか。あボリウッドボリウッドダンサー。はいあのちょっとこの質問にも多分出てきちゃうんですけど、ええええ、あのインド の映画の中ってあのダンスシーンがあるんですけど、はいはいはい、まああの昔南原さんも映画にもありましたね、はい、インド映画、はい、ナトゥーってやってました、はい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 、ああいう感じであのその中のダンスシーンをあの踊ってるんですね。俳優さんなんですか。いや俳優ではないです。あのダンサーさん。そうですね、あのまあアマチュアなんですけど、はい、あのボリウッドダンス、まあ、インドダンスの中でもその、北 の, そのボリウッドっていう地域のダンスを僕らはやってるんですけど、はい、インドってじゃあ地方によってちょっとダンスは違うんですか。ちょっと違いますね。上と下とでちょっとやっぱあ違う、はい、若干違います、ね、そうなんですか、はい、知らなかった。あのですね、インド詳しいですか。いや詳しくないですよ全然全然ですよ。ただあのインド映画は、はい、ハリウッドより本数がすごいっていうのは聞きました、あ映画がすごいんですよインドってね、あそういえば僕あの奥様あのが確かインド映画を、はい、出てました。あのいやあの
ダンスをやってみたいっていう話を以前ちょっとちらってあのなんか書かれてたの見たことある。インド映画 のボリウッドダンス、ボリウッドダンスやってみたいっていうふうに言ってました。ぜひ聞いてみてください。聞いてます。ちらっとなんかどこかであのそういう記事を見たことが。うちのワイフのことも知ってるんですか。はい、知ってます。ありがとうございます。本当にもう、はい、なんかね、いえいえ、すみません、悩みをちょっと言って、あ、悩みをちょっと、ちょっと悩みをなんかまだ開けてないということで、あ、じゃあ、はい、ちょっともう、はい、ちょっと尺がないらしくて、はい、じゃあちょっとお願いします。どうぞ。こんな感じで。インド映画好きの僕どう思いますか。はい。いや、どう思いますかってもう。いやもう、もういやいや、はっきり言うと最初にはっきり言うといや、いいんじゃないですかって思いましたけど、だからダメなんですかこれ。すいません、僕も書いてちょっと、んってちょっと思ったんですけど。なんですか、インド映画好きっていうのがみんなから認められないんですか、あんまり。いや、まあ、実際もうちょっと先話しちゃったんですけど、あのその、まあ、インド、あのボリウッドダンスやってるんですけど、うん、なんかそのなんか、まあ、需要というか、あのやっぱ年々少しずつは増えていってるんですよ、うん、ただそのなんかまだそういうインド映画がその日本であの好きな人はたくさんいると思うんですけど、うん、映画館が上映してないですよね。あまりそう上映されてないので、うんうんうん、そうですね。その辺をなんかちょっとどうやったらもっと映画館増えるのかなみたいな。西田さんね、はい、もう知っての通り、もうビビる大木が映画館、インド映画の上映の映画館を増やせるわけがないじゃないですか。どう考えても。まあまあまあそうですね。そんなに一番最近のヒット作って何ですか、インド映画って。ちなみに。実はなんだろう、今月今月 の26日に公開する PK っていう映画があるんですけど、その一つ前の作品がオールイズウェルっていう、あのきっとうまくいくっていう、きっとうまくいく見た、そう、その監督さんがやってる映画が今月公開されました。ありでしたね、長かったけど、はい、3時間ぐらいあるんですよ、あれね。長いです。でもいい映画でした、はい、あれは素晴らしい映画。インド映画自体が内容もすごいんですよ ね、 そうですね。これ何、終わりの音、終わりなんですかね。あるある言いたかったんですけどね。あるある、はい、インド映画あるある、はい、インド人あるある。いや、どうぞ今言ってください。あの押し紙が必ずみんな一人ずつこういるとか。押し紙ってなんですか。あの神様みんなそれぞれ一人ずつ、あ、ちゃんと自分のそうです、ね、マイフェイバリット神様がいる。そうです、みんな一人ずついるんです。一人ずついる、はい、その、 あの宗教のみんな熱心なんですね。じゃあすいません、お時間です。どうした、もう時間なんですよ。時間、はい、まあ、だから結構悩みは相談できましたか。はい、もうすっきり良かったです。いや、だからいい映画が多いねっつって、はい、お茶会になって解決したかとかよく分かんないですけど、もうごめんなさいね。いやいや、とんでもないです、ありがとうございます。でもいいです。いや、はい、でもこういう人がまだあんまり手出してない趣味を持つというのがすごく人間は、僕は大切だと思います。そんな結構重大な、そう、みんなと同じ趣味持ったって、はい、いるんですから、自分以外にね、はい、自分がいいんですよ、こういう方が。確かに、いい趣味、ありがとうございます。いやいや、はい、そしてハートが10万いったということで。いったんだよ。ありがとうございます。大木さん、ちょっとルール理解してますか。どうしたの。あのハートを10万で、ね、10万押したらフリースローが投げれて、はい、そっから大木さんも商品券がもらえるらしいんですよ。そう、マジですか、はい、商品券が、あの食事券が。そうなんです、ちょっと頑張ります。それで頑張ったら、はい、あのインド料理も食べれるかもしれないです。本当ですか。券で、うん、そう思って。だけどほら、ちょっと質問がさすがに俺ももう上映の映画館を増やすっていうのはさすが俺にちょっと俺どうもね、やっぱなかなか力添えができなかったですね。いやいやいや、これね、本当はちょっとダンスも一緒に踊りたかったんですけどね、うん、あ、すみませんでした、はい、いやいや、もうすみませんでした。いやいや、お役に立てる。それは後からちょっとできる時間あるかもしれないんで、はい、はい、すみませんでした。はい、ありがとうございます。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 どうもありがとうございました。リク、僕はここにいるんだよね、まだね。はい、大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで続いての刺し飯人。あ、了解です。でも食べるの忘れてたから、はい、あ、全然食べていいんですよね、あれ。あ、そうですよね。じゃあご飯食べてもらう、はい、じゃあ僕がちょっとそれを言えばいいですね。そうですね、了解です。はい、わかりました。スタッフ一度忘れてた。はい、わかりました、はい、僕も食べないのかなって、ちょっと食べたらダメなのかなって、はい、じゃあ次の人。はい、次の人。はい、ということで続いての刺し飯人を紹介しましょう。どうぞ。あ、あれ
覚えてる女子大生の、はい、あ、ちょっと、はい、どうぞどうぞ、はい、もうちょっと近づいてもらっていいですか。あれですよね、女子大生の方ですよね。はい、あ、覚えてるわ。元気よかった子ですよね。あ、はい、今日も元気です。今日も元気ですか、はい、緊張してますか。ちょっと。え、誰が良かったんですか、芸能人は。芸能人は、うん、インド人って、はい、あ、そうだ言ってしまったんです。そうだね。あ、じゃあ本当のところは。本当のところも、うんうん、インド人。あ、インド人がいいと、はい、まあ、インド人がインド人で結構幅広いけどね、それは。前のなんかおまフェスにめっちゃいなかった、それは。いました。いたけどまだ会いたいと、はい、まだ会いたいです。ちょっと改めて中に誰がいるかは知らないですね、うん、はい、まだ知らないですよね。わからないです、はい、ということで、そのゲストにどんな相談をしようと思ってるんですか。ちょっとこの会話見せてもらいましょうか。はい、はい、じゃあちょっと、はい、あー、はい、こちらです。友達から恋人になるテクニックはありますかということで。答えられますかね。女の子らしい質問ですけど。でもそう、でも年齢が結構上の方なんで、はい、ちょっと分かるかもしれないです。そういうテクを持ってらっしゃるかも。結構可愛い可愛いってコメントも、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ナマステナマステ。あれ、タイだっけこれは。インドはナマステナマステナマステ、ね、ということで、はい、ちょっとこれを持っていきましょうか。はい、はい、ということで、刺し飯どうぞ。ちょっとちょっと、ちょっと大丈夫大丈夫ですか。大丈夫もうご飯も食べてる。ね、何今のそんなに。びっくりした。びっくりしたのか嫌なのか分かんないけど、ちょっとさ、そんなリアクションある。人の顔見て、人の顔見て膝が崩れるってある。なかなかないと思う。なかなかないよ、はい、そんなに驚くような人間じゃないでしょ俺。どう、はじめまして、大きなビビる大きと言います。お願いします。どうぞおかけくださいよ。びっくりした。食べてくださいね。あ、これ食べていいんだよね。はい、食べて大丈夫です。はい、どうぞ。ちょっとこれおすすめ、奥さんの方から、はい、おすすめしたいと思います。ごゆっくり。お名前がサリナです。サリナちゃん、はい、お、学生さんですか。学生です。学生さん、はい、大学生。女子大生。あ、女子大生、花の女子大生。はい、じゃあサリナちゃんにね、僕のこれおすすめ、はい、これマンセのね、ハンバーグサンド。食べたことある。ないです。これね、よくほらマンセ、みんなカツサンドよくあると思うんだけど、はい、マンセお肉屋さんだから、ここね実はハンバーグサンドが非常に美味しいんですよ。ちょっとこれ食べてよ。はい、いただきます。先にお近づきの印に。ありがとうございます。ちょっと驚いちゃったよ。俺の顔見て膝から崩れて、そんなに嫌なのか何なのか分かんないけど俺。いや、びっくりしちゃって。そこまで嫌がられたことなかったから俺は今まで。嫌がってないですよ。そんな驚くような人でもないでしょ俺。いや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 、有名人です。有名人じゃないから。もう食べて、ハンバーグ美味しいから。これいただきます。本当にうまいんだよハンバーグサンド。うまくない。美味しいです。これだ、俺大好きなのマンセのハンバーグサンド、うん、初めてハンバーグサンド。これ美味しい、ね、うん、羽田空港とかでもね売ってるんですけどね、意外とこうみんなカツサンド買っちゃうのよ。うん、だからカツサンドが多いんだけど、ね、ハンバーグサンドがね美味しい。うん、美味しい。食べて食べて。うまいね。ね、だね、誰が誰に会いたかったですか。サリナちゃんは。私はインド人に会いたかったです。いや、もうそれ誰って、ね、インド人に会いたいって、それ誰なの。インド人に会いたいって、誰インド人って。いや、もうな、リアルな、もう芸能人とかじゃなくてじゃなくて、もうインド人、リアルな、インドの人に会いたい。インド人です。インドが好きなんですか。インド好きです。インドが好きって どういうことなの。なんか雑貨とか、あ、物が。実際にインドに行ったことあります？まだないです。あ、じゃあ行きたい。行きたいです。はあ、なんかインドが好きな人って多いよね。意外とね。そうなんですか。いや、ほら、ハマる人はハマるっていうし、うん、で行ってダメな人は本当にダメだっていうし、やっぱそれぐらいどっぷり行く人はもうどっと行くっていうからね。お悩みそうだ。もう、あ、リックごめんね。リック、じゃあお悩みごめんなさいね。はい、これです。え、友達から恋人になるテクニックはありますか。はい、ちょっと待って、はい、友達から恋人になるテクニック、まあ、あのサリナちゃんも気づいてると思うけど、はい、まあ、ビビる大きが恋愛の
悩み答えれるわけないよなと一瞬思ったと思うけど、いや俺もそれ一緒なのよ。あ俺も一緒、俺もどう答えていいか分かんないけど、ただじゃあ今こう何、友達っぽいけど恋人になりたいなっていう人がいるってことね。はい。となると向こうはほら要はあれでしょ、いわゆる女として見てくれないみたいなことでしょ、はい、そこをこうドキッとさせるっていう風にはやっぱ切り替える瞬間だと思うね、うん、切り替える瞬間、あサリナちゃんってそんなこと言うんだとか、あいつものサリナと違うみたいな、はい、瞬間の切り替わった瞬間に男も単純だから、はい、ドキッとするから、はい、なんか気にしてなかったけど俺をそういう男として見てたんだっていう瞬間がはっきりあった方が、はい、俺はいいと思うな、うん、でもほらこういう時ってさ変に告白してうまくいかなかって前までの友達の関係がなくなったら嫌だなとかさ、はい、そういうのもあるでしょ。あります。どうするそれは。その関係がなくなってもいいから気持ちは伝えたい、いやそれともそういう関係がいいからもうずっと告白もしないのか、ただ気づいてほしいんだったら俺はもうドキッと急に手を握るとか急にキスするとかそういう思い切った瞬間的な意識さ切り替える時間があった方がいいと思う。俺は切り替える瞬間、いきなり手握ったりいきなりキスする勇気はないでしょ。でもないです。ないよね、はい、でもそれぐらいしないと友達と思われてる、あるいは異性と思われてないっていう状態からの切り替えがね、やっぱこうパッといい切り替えにくいと思うからね、はい、パッと思い切った行動してたと思う僕は、はい、本当に好きなら、はい、どうですか、ちょっと頑張ってみたいなってそうよ、はい、ね、頑張ってみます。思い切って、はい、はい、終わりましたか。終わったというかもうサリナちゃんにサリナちゃんに至ってはもう全然大きなアドバイス納得せずに時間が来たみたいになっちゃう。納得しなかったですか。いや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 、なんとリスナーさんの人はどうだったんですか。ちょっとハートの数でちょっとハート今15万超えた。おありがとうみんな、ハート押してみんなお願いしますハートの数で大木さんがちょっと良かったのかどうか、コメントとハートで良かったらよろしくお願いします。お願いしますねみんな、はい、恋愛マスターでしたか大木さんは。来たマチルダさん、ほら大木くん抱いてあげて大人だから言ってもらう切り替えよ。そうですね、私は女なのよって意識させる切り替えの瞬間、うん、そこ大事にして、はい、友達から脱出する場合ははい、ね、切り替えます。切り替えてすごい良かったですけどね、外で聞いてて、うん、頼むよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうお帰りね。お帰りです。じゃあこれ持って帰っていいから。やった。ハンバーグサンド。ありがとうございます。食べて食べて。いただきます。ありがとうございます。で、大木さん、なんか今日インド縛り多くないですか。インドがいい。インド人会いたいとかなんか異様に多いんだよ。さっきもインドの映画がなんか好きですが、なんかよくわかんないんだけど、全然俺ジャンルがわかんないからさ。この子たち僕が見つけてきたんですけど、うん、その時インドフェスで見つけてきたんです。インドフェスいやインドフェス行ってんだ。インドフェスで来ましたさっきの人もインドフェスの出演者の方なんですよ。あ、だから踊ってたんだ。そうす。で、この方はインド あのピアスつけてたんですよ。あ、もう、あ、完全インド好きだなと思って声かけて。そうなんです、そうなんです、インド好きなのね。インド好き。いやいや、もうなんかどうりで俺もなんかもうみんながインドインドインド言うから俺どうしようかなと思った。そういうことなんですね。はい、いいですよ。ありがとうございます。あ、もう来た。ということで、どうも気をつけて。ありがとうございました。焦げないでよ。はい、気をつけます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと時間がないんで。はい、ということで、じゃあこちらへ、はい。ありがとうございます。はい、ということで次の刺し飯人紹介しましょう。どうぞ。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。隣にもっと近づけてもらいます。はい、はい、あれちょっとどこで、うん、ナマステインディア、あーで、はい、お会いしたと思うんですけど、あのチャブ台持ってまた、そうです、覚えてらっしゃいます。じゃあちょっと時間もないんで、はい、ということで、はい、自己紹介お願いします。え、ああ渡辺直美です。はい、渡辺直美さん、はい、踊りは踊りません。はい、中に誰かいるかは知らないですよね。知らない、知らない。 どんな方に会いたいですか。てかテレビがうちない。あ、いや大丈夫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 。あんまり疎いんですよ、はい、だから知ってる人でも、うん、でも誰でも会いたいな。あ、そうですか。そう、あんまり知られないですか。でも見てもいろいろ大丈夫ですよね多分、はい、ということでゲストにどんな、質問相談をされたいんですか。ちょっと見せてもらっていいですか。はい、あーそうですね、
まあでも多分中の方は分かると思うんですけどね。じゃあ行ってまいりましょう。ということでちょっとこれをお聞きしてください、はい、頑張ってください、はい、ということでトキさん入られます。失礼します。あ、どうもはじめまして。はじめまして。どうも。あ、段差がありますね。どうぞ。あ、はじめまして。はじめまして。はい、渡辺。ちょっと見て、渡辺。渡辺直美さん。そうなの。あらま。うん、はじめまして。ビビる大木と言います。あ、どうぞおかけください。はい。渡辺直美さん。そうなんですよ。なんかまたインド絡みですか。あ、主人がバングラデシュの人間で、その絡みでインドのフェスティバル。フェスに。いや、まあ、みんなインドフェスですね。もうありがとうございます。あら、すいません、なんか僕でいえ、もう全然こうインド詳しくないんですよ、うん、申し訳ないですけど。いや、いいんですよ、別に。いいですか。旦那様がバングラディッシュの方なんですか。そうなんですよ。じゃ、日本にお住まいで。そう。あ、家族。忘れてた、渡辺直美さんにもね、ちょっと僕のおすすめのハンバーグサンド。ああ、美味しそう、美味しそう。慢性の。あ、いいの。どう、食べてください。ここ美味しいのよね。美味しいんですよ、僕ね、カツサンドよりハンバーグサンドの方が好きなんですよ。ちょっとお食べくださいよ。あ、いいの、いいの。いいですよ、いいですよ。すごい嬉しいな。ハンバーグ好きですか、ハンバーグサンド。僕も食べてます。わざわざ買うまではいかないわ。そうですよね、だからこういう時にいいかなと思って。こういう時に、そう。ぜひぜひ。ご馳走していただく。ちょっと揚げてるハンバーグなんで美味しいんですよ。 あ、そうなの。それ挟んであるんですよ。メンチとどう違うの。だハンバーグですから、ね、ハンバーグですから、メンチじゃないですから。メンチじゃないの、ね、ハンバーグです。ちょっと食べてください。もう、あ、そうなの。うん、そっかそっかそっか。あら食べたの。いや、僕食べてますから。僕の心配は大丈夫。食べてますから、僕も結構。あ、そうなの。あ、そっかそっか。あ、メンチとは違うね。ハンバーグちゃんとハンバーグなの。だからずっとメンチカツサンドかと思って、ハンバーグサンドですから、もうご安心ください。分かった。美味しいんですよ。食べたら分かった。うん、いいですよ。美味しいね。で、ちょっと今日なんかお悩みがあるというふうに、はい、うん、そうそう、お悩みあるよ。あります。独特ですね、渡辺直美さん、はい、なんか、はい、独特。今日お悩みが違うんですか。あるんだけど、これ見せた方がいいの。この場で見せるの。はい、これでこっち見せる。あ、どうぞ。多分ここでこうなのね。こうなのね。だからテレビがないので芸能人がわからない。テレビ全く見ないですか。いや、ない、捨てちゃったんだもん。じゃあ当然、じゃあ当然僕のことも知らない。知ってる知ってる。あ、僕知ってるんですか。スマホのニュースとかでほら YouTube をこう、そういうのなんか見たりする。そういうの見て。テレビが家にはない。ない、捨てちゃったの。じゃあ家で何してるんですか。いや、いろいろ仕事したり。いや、それでも寝る前にちょっとニュース見ようかなとかあるじゃないですか。スマホで済んじゃう。ニュースはスマホでいい、うん、寝ながらテレビ見ようかなとかあるじゃないですか。いや、猫と遊ぶ。あ、猫もいる、うん、あらまあ、じゃあテレビいらないってことなんですね。だけど最近あんまりずれてきちゃったからいけないのかなってちょっと思い始めたの。例えばずれるってのは、例えばどういう。だからコマーシャルのあれが分かんないとか、あと新しい人がさっきも、って聞いたら誰それとかね。あ、なっちゃう。友達との会話が合わなくなってくるってことですか。とあと主人がジャーナリストだから、普通の日本人、すごいな。そう、だから大したことない。普通の日本人のそういういろんなカルチャーを知らないといけないかなっていうね、ちょっとね。どの辺から芸能人知らないですか。ちなみに知ってる人はマツコさんとか、あ、知ってるじゃないですか。じゃあとかだけど最近の人。あれ、女優さん。女優さん知らない。とか AKB の人とか。あんまよく分かんない。でも AKB 知ってるんですね。じゃあ知ってんだけど。乃木坂は。いや、名前は知ってるけど中の人は分かんない。欅坂知ってます。じゃあ。あ、もう不明。あ、欅坂知らない。もう、そう。乃木坂まで。坂は。坂。乃木坂っていう坂はあるよね。はい、乃木坂46。そういう。あ、乃木坂46は知らないですね。じゃあ。名前は知ってるよ。だから中 の女の子はどうなってんのって。そうか、テレビ、まあでもまあない人増えたって聞きますよね、テレビはね。確かに最近、あった方がいいかな。僕はまああってそうはないと思います。テレビってニュースも当然あるし、当然情報も入るし、そこで見る、ね、流行もあるじゃないですか。そうだよね。で、話題にもなるし。いや、リー君、どうですか、はい、じゃない。いや、もう質問がすごいよ、これ。確かに、でも僕も見たんですけど。これはすごいよ、テレビがないっていうんだもん。確かに。買いましょうよ。リスナーの皆さんどう思いますか。
でも最近の子たちが多分見てると思うんですけど、うんうん、その子たちは僕もテレビあんま見ないんですよ。見ないの？見ないっす。何してんの家で？じゃあ家でもう YouTube 見たりとか。そう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 、ね、スマホ見ちゃうとね。あのね、好きなものばっかり見てると世間が狭くなるわけ。あ、なるほどね。雑多にごちゃごちゃの中でまた新しい世界が広がるかなってちょっと思ってる。 LINE ライブ見るしかとか、ラジオとかテレビはいるって。好きなものしか見ないじゃん。そうですね、うん、今はね、テレビが大好き。なんかごちゃごちゃの中でほら、お気に入りがまた見っかるかなみたいな。そう考えたらテレビあった方がいいですよ、うん、自分の興味のないジャンルの番組も見ますから。テレビだとテレビないと無理だっていう人も結構たくさんいらっしゃいますね。いや、そう、ここね、ここで、うん、ほら NHK のドキュメンタリーとか今すごいですよ、面白いの。それだ、 YouTube でほら、とこだけこれやってるから。いいじゃん、NHK テレビいいじゃないですか、だって、じゃあ、ね、ちっちゃいから、ね、BS もあるし、だんだん老眼になるからね、うん、そうですよ。LINE ライブを見ようと。LINE ライブもいいですよ、こういう、はい、こういう今新しいメディアもあるんですから、はい、でもテレビ必要な人多いですね、やっぱり。でも、うん、まあでも僕も、まあ3日に1回つけるかつけないかです。あ、全然つけないね。じゃあそうっすね。もうでも1週間今つけてないかもしれないです。うわ、だからさ、そうなっちゃうとさ、なんか用事すんじゃんだよね、これ。わかるわかるわかります。ただたまに映画をこう大きいので見たくなる。スマホをつなげてみたりとか。あ、なるほどね。あ、そういう努力をすると見れるんだ。うん、いや、ちょっと思ったよりテレビ深刻ですね。はい、はい、テレビ。お、あ、もう、あと1000ぐらいで。あ、本当だ、ハートがもうちょっとで。おー、みんなハート押して。ハートが20万人になった。直美さんのためにもハート押して、みんな。よろしくお願いします。超えた超えた。お、ハートが20万超えました。これ超えればいいんですよ。そうなの、超えるとなんかある。超えると、いいことですよ。もういいですね、直美さん。もうハンバーグサンド食いながら。美味しいんだもんだね。超えると何なのこれ、なんて食べてください。美味しいですよね。美味しい、美味しい。これメンチじゃないよね、ちゃんとハンバーグ。ハンバーグです。はい、ハートが超えると、うんうん、フリースローが打てるんですけど、そのフリースローが1人でも入ると全員に1万円分の商品券がもらえるんですよ。もらいましょう、どうせなら。10万ハートで、10万ハートで、ボールが1つ。1だから今2回投げれるってことですね、はい、20万超えたから。30万いきましょう。じゃあ次のから、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、あ、はい、ありがとうございました。あ、じゃあ持って帰ってください、これ。あ、いいのいいの、いい、あ、嬉しい嬉しい。いいですよ、持って帰ってください。全然ありがとうございました、今日は。ありがとうございます。食べてまで、どうぞ食べながらどうぞ。続いて最後の相談。はい、どうも。ありがとうございます。ごちそうさま。どうぞどうぞ。どうも。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ後ほど。はい、はい、はい。じゃあちょっとテンポいきましょう。はい、ということで続いての刺身人を紹介しましょう。どうぞ。こんにちは。お久しぶりです。ナマスの方じゃないですね。そうですね、ええ、ナマスで出会った方じゃないからです。はい、あ、で、じゃあ久しぶりって言ったら間違えたってことですね。、はい、ちょっとごめんなさい。はい、それでは自己紹介お願いします。トモって言います。トモさん、はい、はい、ということで、誰に会いたいんですか、芸能人の方は。は、安室奈美恵さん。安室奈美恵さんに会いたいと。はい、まあ、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。どんな会話したいですか。はい、安室奈美恵さんと。いや、どうぞ。もうちょっと緊張して忘れちゃった。え、相談はどんな感じの相談をされたんですか。こんな感じです。はい、あ、でもこれちょっとちゃんと答えてくれそうな気がしますけどね。そうです、はい、うん、そうですね。はい、ということでちょっと緊張しますか。はい、まあ、誰がいるか知らないですもんね。はい、じゃあ行きましょうか。ちょっと、はい、じゃあそれでは相談すぐしてください。はい、ということでどうぞ。いってらっしゃいます。お願いします。お願いします。どうも、はじめまして。はい、トモっています。どうも、ビビる大木です。はい、ね、どうぞ。トモさん、はい、よいしょ。またなんか独特の、またインド好きですか。いや、全然わかんないです。違います。はい、インドフェスじゃなくて。違います。インドフェス関係ないですか。関係ないです。いや、わかんなかった。今日インドフェス縛りかと思ったら違うんですね。はい、え、安室なんですか。あ、ちょっと、はい、安室奈美恵が好きです。沖縄の方ですか。いや、そんなことないです。違います。安室さんが好き。はい、あら、確かになかなか見れないですよね。僕も会ったことない。テレビ局の動画で一回見かけたぐらいです、僕も。安室奈美恵さんは二十何年いますけど、それぐらいなかなかお目にかかれないですよ。そうなんですか。僕も。はあ、え、どこですか、出身は。自分、茨城です。茨城。はい、何歳ですか、今。今、20です。22歳。いや、20、20歳です。20歳。はい、なんかもっと上に見えますね。そんなことないです。
なんか風格というか。そんなことです。学生さんですか？じゃあ。いや違います、今仕事やってます、建設。あ、そうですか、はい、じゃあ今日仕事終わってんですか？今日は今日、あ、今日は休み。あ、今日休みです、はい、すみませんでした、休みの方本当にすごいね。いや、僕の奥さんがね、ちょうど沖縄出身なんですよ。そうなんですか。で、安室ちゃんのそのアクターズの後輩だったんで、うちのワイフは昔とか安室さんといろいろと大先輩やついろいろ話とかしたことあるみたいでね、そういうの聞きましたよ。僕はやっぱすごいんです、安室さんってね、今なお、はい、歌かっこいいですもんね、はい、ね。そうです、まあ、そんなのか。ちょっとね、せっかく来ていただいたトモ君にも、じゃあこの肉の万世のハンバーグサンド、これ今日食べてくれた人みんな美味しいって言ってくれてるんでね、ちょっと食べてください。これ、はい、ハンバーグ好きですか？好きです。これがもうサンドにしてあるんで食べてください、はい、せっかくですから。本当に美味しいですから。せっかく真ん中でください。せっかくですから真ん中美味しいですから。はい、いただきます。うまくないですかこれ？これうまいです。これうまいですよね。いいです。これ本当にうまいんですよ。うまい。ハンバーグサンド。いつも食ってるんですか？なかなかね、売ってないんですよ。万世っていうこのお店に行かないと。ああ。空港だとね、カツサンドになっちゃってね、ハンバーグサンドがなかなかなくてね、いつも探してるんですけど。そうなんですか。ありがとうございます。ちょっとなんかじゃあ、作成そのトモ君の。お悩みを伺いましょうか、じゃあ、はい、お悩みいきましょうか、じゃあ。そうですか。ちょっと今回僕も一緒に乗っていいですか？どうぞ。はい、ちょっとじゃあここで後ろいますね、じゃあ。はいはい、はい、芸能人はどうやって出会うんですか？芸能人はどうやって出会うの？はい、どういう意味ですか？異性の芸能人とどういう感じで出会えばいいのか。そうです。あ、芸能人と出会いたいってこと？あ、そういうわけじゃないです。芸能人はどうやって出会う、芸能人はどうやって出会う、遭遇するってことですか？それとも、もう一緒に飲みたいってことですか？なんて言ったらいいんですかね。だから女性とはどういうふうに出会うんですかって、芸能人は。あ、例えば僕がね。あ、はい、そういうことか。あ、なるほど。芸能人は異性の人とどうやってってこと。はい、いや、僕はあの結婚たまたましたい手がこう同じ芸能界の人だったんでね、あれでしたけど、独身の時はやっぱ普通に合コン行ってましたよ。そうなんですか。普通の合コン、OL さんだったり女子大生だったり、誰かがセッティングしてくれて呼んでくれて。ほんと普通の渋谷のカラオケボックスとか、そうなんです、普通の居酒屋とかで合コンでしたよ僕。そういう人もいるし、だから女の人の芸能人はどこで出会ってんだろうね、異性とね、はい、いや時々さ、俺もねそういうニュース見て、はい、なんか女優が一般男性と結婚っつってね、うん、見たらなんか社長とかでさ、いや一般じゃねえじゃんと思うんだけど俺もねそうです。どこでそんな社長と出会うのかなって俺もいつも思うけど、どういうふうに。あれはあれ多分そういうさ、それからパーティーとかなんか社交場があるんじゃないかと思うな、うきっと、うん、ああいうのは。あとはみんな職場だと思う。バラエティーはね、意外とね出会いがないんですよ。そうなんですか。バラエティー番組って例えばじゃ本番があってたらね、本番のほんと10分ぐらい前にみんなスタジオに入ってきて、そこでもうみんなでピンマイクつけて用意スタートなんで、その本番前にね演者同士が喋るってあんまないんですよ、バラエティーって。そうなんですか。ドラマだとほら、もう待ち時間が3時間ある、4時間あるとかね、はい、そう、まあ、空いてる時間にみんな結構交流があるようなんでね、うん、そういうとこで仲良くなる人が多いんじゃないかなと思うけど。そうなんですか。そうなんだ。意外とね、意外とだから出会いがないって言ってる芸能人も結構いるんですよ、うん、結婚とか付き合ってる1個見るとみんな多く感じるんですけど、はい、実は何も出会ってもいないし、出会いが欲しいって言ってる芸能人も結構いるんですよ。これはね、僕も見てきたと思いました。入ってきたのに何も喋れなかったですよ。リックも入ってきた。恋愛のことについてマジで喋れないから、出会いとかないから。ほら、ないんだよ。そうっす、ないんすよね。リック、まあ、芸能人じゃないですけど。リックだってモテるでしょ、だって。いや、モテないっす。モテなくはないよね。はい、絶対。意外とありそうでなかったりするんですよ、はい、で、ある人は異常にあるっていうね、この、はい、さ極端です。しかも俺、奥手なんですよ。いや、でも奥手じゃなさそうですけどね。奥手なんです。自分からいけないんですよ。なんで恥ずかしいんですかね。いや大丈夫だよ。ごめんね、はい、いや大丈夫だと思うよ。まあ、なんだろう、自分から声かけないと、あるいは積極的に話しかけないとどうにもならないかもと思ったら、やっぱ話しかけた方が得でしょ。そうなんです。向こうからもし話しかけてくれなかったらね、で万が一自分から話しかけた結果、なんかこうね、LINE 交換することできたっていうところまで言ったらもう進歩じゃないですか、はい、で向こうから来なかったら、ね、やっぱこっちから
きっかけ作んないと何も生まれないっていうのはやっぱともくんもまだ二十歳なんだからどんどんいいと思う、その方が奥手は全然悪いことじゃないと思います僕は、はい、奥手でシャイなのは全然悪いことじゃないけども全然時には積極的になることも人生では必要かなと思いますよ、はいね、もう時間らしいのでもう、はい、時間もそうなんですよもう、はい、もう時間なんですよ行こうじゃ早かったですね、はい、すいませんありがとうございます。いやともくんが意外とこういかつく見えて真面目だったみんな揃っちゃってんじゃないのじゃあリクさんのこっちではいで奥さんそこでともさん後ろはいこちらでお願いいたします。すごい面々だったな、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。奥さん皆さん悩みを聞いたんですがいかがでしたか。いやいや踊ってるいやあそうかみんなインドフェスの人たちなんだと思って話聞いたら最後インド関係ないって言われて俺もうよくわかんないよもうなんか今日なんかトモクもなんかほらなんかいろいろちょっとインドなのかって思ったら勝手に言われる違うんだもん。そうですねちょっと僕もラスト4分そうそう会ったことないなと思って一人だけでもやっぱ意外とね、はい、ふっとねこう悩みを言われた時にね、うん、やっぱなかなかうまく答えられないっていうねこの自分の器のなんかなさ、はい浅はかな自分というのを気づきましたよ。本当皆さんすみませんでした。大した役員なので。ただいいハンバーグサンドは障害できたと思ってます。美味しかったよ。ほら。はい、それではここで改めましてチャレンジゲームのルールを説明します、はい。今日来てくれた方4人の方にお食事券を1万円かけた真剣勝負。一致団結さし飯チャレンジをさしていただきます、はい。今回は来てもらってる一般の方と沖さんが力を合わせてバスケットのフリースローでゴールに入れてもらえれば。はい。こちらがゲットできるということで皆さん欲しいですか。欲しいよ。1万円あったらめちゃくちゃいいって思う。いやでももらえるならもらって帰りましょうね。これはハートの数が今26万1000なのでボール2つあえなんで少なくない。前回より少ないです。前回より少ない、はい、えなんで今回何がダメだったの俺。今回何がダメだったの俺は。前回草野さん、草野仁さんで、はい草野さん、草野さん自分でハート押してなかった。違う。もういやどうしようボール。チャレンジ中も30万超えたらボール1個復活するので、はい。ぜひこの感じ。皆選手、この間に挑戦だ。挑戦して。あと1個ちょうだいボール。はい。相談して。そうですね。振りたいがバスケ得意な方。得意ですか。いや経験者。中学校と高校。あ中高バスケ部。決定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 。その後やってない。いいよボール。一切やってないバスケ。西尾さん。西尾さん1個。はい。じゃあ1個ともう一人コメントは何つきます。今晩見えてきてます。今晩見えてきてます。俺大丈夫かな。オッケー。頑張ってください。よし行こうじゃ。結構遠いんですよ、ね。遠いな。頑張って。遠いし上がちょっと危ないんで。その他の方だとこちらの方が。はい。じゃあ西尾さんも1万円ですよ、はい、1万円練習なしね、はい、音が鳴ったら、はい、音が鳴って止まったらフリースローになります。はい、はい、頑張ってください。絶対無理だよこれ。じゃあ音を出してください。絶対無理。なんだよこういうの。じゃあ西尾さんお願いします。中高バスケ部だって、うん、落ち着いて。あじゃあ集中して、うん、あ惜しい。惜しい。あと1分15秒なんで。あと1分あと1分どう30万超えればどう。1個いけ1個ボレーもう1個何か押してハート。お願いします。ハート押してハート押して。あともう1個草野さん押して。草野さんじゃあ僕も押しますもん今。草野草野ひとしさん押して。いかない、いかない。間に合わない、間に合わない。あと1分あと1分お願いします。分からないけどもうサリナちゃん一投投げときな。もうもう投げ、もう投げて投げ、投げちゃえ、もう投げちゃえな。もうもう投げちゃえな。もうひどすぎる。なしカット。ひどすぎるじゃあ締めましょう。え、無理。もううわー会えなかったですね。じゃあ皆さん先ほどの位置にお願いします。はい。うわーゼロゼロでした。マジかよ、はい、番組に出演していただく一般人の方には毎週日曜日に LINE ライブで配信している刺し飯人創作隊、そちらで番組を探しています。次回は10月の9日日曜日、
下北沢に出没するので皆さんぜひ来てくださいね。よろしくお願いします。4000で30万いくんで30万いったら番組終わりましょうか。30万ちょっと朝になったら、ね、草野さん押してください。もう行かないこれ間に合わない。行った行って行きました行った。ありがとうございます。おなしフリースロー終わり終わりこれ3回投げたって。ああ